皆さんこんにちは、松村龍之介です。今回ノンセクシュアル朗読劇という形でこうしてお送りすることになったんですが、先日稽古が始まりまして、素敵な先輩方に囲まれて楽しく稽古をしながら、そして楽しみにしている皆様のために切磋琢磨しながら稽古を進めております。今回朗読劇という形になりましたが、従来の朗読劇とはまたちょっと違った新鮮な新しい形の朗読劇をお届けできると思いますので、ぜひ皆さんお楽しみにしていてください。